吉原の遊女明治5年頃の吉原のよう、広重、名所江戸百景より、黒わ中東雲、どこぞの商店の番頭か、手台あたりでもあろうか、夜明け前、朝帰りの遊び人が、中市町へと出てきたところ、吉原遊郭とは、江戸幕府によって公認された遊郭である。はじめは、江戸日本橋近くにあり、明暦の大化後、戦争中裏の日本堤に移転し、前者を、 元吉原、後者を新吉原と呼んだ。元々は、大御所、徳川家康の終焉の地、寸布城下にあった二丁町遊郭から一部が移されたのが始まり。吉原江戸期も参照、徳川家康が、天正18年8月1日に、江戸に入府し、その後、慶長8年に、征夷大将軍に任じられて、江戸幕府を開くと、江戸はにわかに活気つき、 鎌倉以来の関東の武士の都となった。家康は東海地方から多数の家臣団を率いて江戸に入ったため、江戸の都市機能の整備は急ピッチで進められた。そのために関東一円から人足を集めたこと、また戦乱の時代が終わって職にあぶれた老人が仕事を求めて江戸に集まったことから、江戸の人口の男女比は圧倒的に男性が多かったと考えられる。 そのような時代背景の中で、江戸市中に、遊女屋が点在して、営業を始めるようになった。江戸幕府は、江戸城の大武神を進める一方で、武家屋敷の整備など、周辺の都市機能を全国を支配する都市として高める、必要があった。そのために、庶民は移転などを強制されることが多くあり、中でも、遊女屋などはたびたび移転を求められた。そのあまりの多さに困った遊女屋は、 遊閣の設置を陳情し始めた。当初、幕府は相手にもしなかったが、数度の陳情の後、慶長17年、元西岸自前で、友情屋を営む商事神江門を代表として陳情した際に、客を一晩のみ止めて、連泊を許さない。偽られて売られてきた娘は、調査して親元に返す。犯罪者などは届け出る。 という三つの条件で陳情した結果、受理された。受理されたものの、豊臣氏の処理に追われていた。当時の幕府は遊郭どころではなく、陳情から五年後の元那三年に、陣営門を、総名主として、江戸初の遊郭、吉原の設置を許可した。その際、幕府は、陣営門の陳情の際に申し出た条件に加え、江戸市中には、一切友情屋を置かないこと、また、 遊女の支柱への派遣もしないこと、遊女屋の建物や、遊女の着るものはカビでないものとすることを申し渡した。しかし、官営の頃までは、遊女が、表情書に出向いてお茶を出す係を務めていた。結局、遊郭を皇居にすることで、そこから妙画金を受け取れ、支柱の遊女屋をまとめて管理する、治安上の利点、風紀の取り締まりなどを求める幕府と、 市場の独占を求める一部の友情屋の利害が一致した形で吉原遊郭は始まった。ただし、その後の吉原遊郭の歴史は、江戸市中で幕府の許可なく営業する違法な友情屋との競争を繰り返した歴史でもある。この時幕府が人営門らに提供した土地は、日本橋吹山地続きの二丁四方の区画で、 海岸に近く吉が茂り、当時の江戸全体からすれば壁地であった。吉原の名はここから来ている。吉原移転後、跡地には南馬町、住吉町、高砂町、新泉町ができた。現在の日本橋人形町に、三丁目と日本橋富沢町にまたがるあたりである。官営十七年、幕府は遊郭に対して夜間の営業を禁止した。このことで、 市中に、風呂屋社が多く現れるようになり、その勢いは、吉原内にも風呂屋が進出するほどだった。江戸末期の新吉原の見取り図。右のくねった道は、日本包みから下る、江門坂とそれに続く、50軒で、遊郭への唯一の公式通路。大門をくぐった先が、吉原遊郭で、高い塀と、おはぐろ土分に囲まれた、隔絶された楽園であった。狂わないは、 通りごとに、いくつかのエリアに分かれていた。道路の作りはほぼこの通りに現存していて、地図で容易に確認することができる。江戸市中は拡大し続け、大名の江戸屋敷も吉原に隣接するようになっていた。そのような中で、明暦2年10月に、幕府は吉原の移転を命じる。候補地は、戦争地裏の日本津積か、本書であった。 吉原側はこのままの営業を嘆願したが、聞き入れられず、結局、戦争時裏の日本包みへの移転に同意した。この際に、北町奉行、石ヶ谷定清は、以下の便宜を図っている。吉原の営業できる土地を終わりまし夜の営業を許可、風呂屋舎を抱える風呂屋を二百0件取り潰し周辺の火事、祭りへの対応を、免除十五0 0 0両の付与この内容から、風呂屋の請求も、 移転の理由だったことが伺える。幕府は、同年9月に、風呂屋舎を置くことを禁止している。もっとも、周辺火事への対応免除は、逆に吉原で火事が発生した場合に、周りから応援が得られず、吉原が全焼する場合が多かったという皮肉な結果をもたらした。折氏も、翌明暦3年正月には、明暦の大火が起こり、江戸の都市構造は大きく変化する時期でもあった。 大化のために移転は予定よりも少し遅れたが、同年6月には大化で焼け出されて仮小屋で営業していた遊女屋はすべて移転した。移転前の場所を元吉原、移転後の場所を新吉原と呼ぶ。新吉原には京町1、2丁目、江戸町1、2丁目、中市町、揚谷屋町、住町があった。日本包みの沼地を埋め立てて、 浮島のような遊郭の土地が造成されたのだが、それを指揮したのが恩苗氏。実際に作業したのは被人等、車全室が率いる、数千人の避人たちであった。これらは、吉原は、こうして作られた西マ所にあった。漢文8年、江戸市中の首相靴取り締まりにより、昇華主51人、遊女512人が検挙されて新吉原に移された。これらの遊女に、 伏見の墨染遊惑や境の父守遊惑の出身が多かったため移転先として閣内に新しく設けられた区画は伏見町振動、境町振動と呼ばれた。またこの時に入った遊女たちの格を三茶、舞茶と定め遊惑での格付けに大きな影響を与えた。徳川吉宗は、教法6年11月全国の人口調査を命じたが、 新吉原の人数の記録がある。そう、ママ、人数高8171人、15歳以上、男2375人同以下463人、15歳以上女4003人、以下女330人、右の内矢主182人、棚狩り620人、遊女2105人、ハ百941人、飯使い2163人、 この中で合計が合わないのもあるが、文献のままである。新吉原での火災は遠方4年から慶応2年の191年間に22回あった。安政江戸地震による火事では、閣内の死者は1024人、遊女のみ534人を数える。失火があったら引消しも繰り出すが、大門内に入らず沈下を待った。焼け残りがあるとこれを焼き払ったのは、 仮小屋での営業が許されないからである。仮宅による営業は、うまみもあり、家事を密かに願ったとものもいた。新吉原を解説したのは、終わり国地田軍のすさ村の人だったという論文が、下半島郷土市、往来4号で発表されている。著者は、作家の西まる。西論文によると、吉原遊郭の揚げ屋は、総数、約20件で、そのうち13件以上が、 下郡須佐村の出身であることが、地元寺院の過去帳や寄進物記録で明白になったという。その背後に、千賀島守がいたはずと発表している。吉原は、こうして作られた西マサ町によれば、明暦退化後の8月に、浅草田んぼに出来上がった山頂四方の、新吉原遊郭であるが、その埋め立て、造成、建設の指揮をしたのは、 地下の恩苗市で実際に作業に当たったのは非人島の車全市が率いる3000人の避認とされた人たちという。また、完成した新吉原の町を俯瞰すると、5つの稲荷神社に囲まれた恩苗堂の恩苗の法則に基づいていることがわかるという。また、遊郭街へ入る五重貫道の曲がり方、見返りの柳、さらには、おいらん道中のオイランの独特な歩行法も、 陰陽道に沿ったものという、1932年の吉原の様子名時期以降になると、正解、財界の社交場所は、東京の中心地に近い芸者町に移って行き、次第に吉原遊郭は、縮小を余儀なくされていった。中央公論明治35年2月号によれば、1902年1月6日、夜、入りクるワ車は、洋服と200、髭205、 職人340、学生120、兵士122、田舎者80、商人200、二26であった。戦後、純血主義を掲げるキリスト教女性団体である、婦人教風会の運動などにより、昭和31年5月21日に、売春防止法が可決成立し、 翌昭32年4月1日に施行されると、吉原遊郭はその歴史に幕を下ろし、一部はトルコ風呂に転身する。江戸時代以前から売春防止法が施行されるまで、日本では江戸のみならず、大阪や京都、駿府、長崎などにおいても大規模な遊郭が存在し、地方都市にも小さな遊郭は数多く存在した。それらの中でも吉原遊郭は、 最大級の規模を誇っていた。敷地面積は2万坪余り。最盛期で数千人の遊女がいたとされる。江戸市中の中でも最大級の繁華街ということができ、吉原と芝居町の猿若町と日本橋が、江戸で1日に占領落ちる場所と言われていた。江戸時代を通じて、吉原遊郭は、男性の最大の社交場所であったが、吉原遊郭にとっても常に、 競争相手は存在していた。元吉原時代は、風呂屋社、風呂屋女と呼ばれる風呂屋で隠れて、商売をする友情屋があった。江戸は、富士山の火山灰が堆積した土地で、埃っぽく、さらに初期の江戸は、都市開発の真っ最中だったために泥まみれ、埃まみれになる仕事が多かった。故に、風呂屋が繁盛したが、その中には女性を置いて、客の相手をさせる場合があった。 丹前風呂などがその例である。また、その後も江戸は傍聴を続け、深川などに丘場所が出現し、各街道の最初の宿場町が手軽に行ける遊興場所を兼ねるようになって、吉原遊郭は激しい競争にさらされるようになった。それでも、江戸時代を通じて、吉原遊郭は、江戸では最大の繁華街としての地位を維持し続けた。 明治期以降になると、吉原遊郭は縮小されていく。それでも、昭和32年4月1日の売春防止法施行まで、元吉原の時代から数えて340年に、渡って吉原遊郭は営業を続けることになる。心差しん吉原大きなまず揺らひ、大なまずを懲らしめる遊女らを描いたなまずへ、多くの遊女は、 年季暴行という形で働かされていた。一定の年限を働くか、有助を買った金額を返却できれば解放され、新吉原成立から店舗年間までは、年期を開ける率は常に8割を超えた。ただし、有助の大部分は性病などの感染症に、罹患しており、また、栄養失調、不衛生な集団生活などで健康状態も悪く、商品価値のない有助や、 死期の迫った者は、葬儀等の手間を省くために、店側が年季を放棄する、実質的な解雇や放築によって、年季明け下に過ぎない、と見る指摘もある。一部の遊女は、生涯を遊郭で終えた。年を重ね、遊女としての仕事が難しくなった者は、やり手、飯炊き、縫い子等に再雇用された。一説には、心中、枕嵐、気象分乱発、足抜け、 車内での密通、アヘンキツインなど吉原の規定を破った者の以外は、すっぱだかにされ、荒ごもに包まれ、上漢字に投げ込まれた。人間として葬ると、後に立た,たるので、犬や猫並みに扱って、畜生堂に落とすという迷信によったと、ものとされているが、逆に畜生堂に落とさないための方法ともされる。なお、 上漢寺のホームページによると、上漢寺が投げ込み寺と呼ばれるようになったのは、安政2年10月2日の安政江戸地震で600人余りの遊女が死亡した際にこの寺に投げ込んで葬ったことによる。遊女にはランクがあり、美貌と基地を兼ね備え、男性の人気を集めることができる女性であれば、遊女の中でも高いランクに登ることができた。遊女の最高のランクは、 法暦年間まで太夫と呼ばれ、以下、極、丹とされていたが、江戸の湯屋を吉原に強制移転した際に三茶が構成され、その後は、おいらんと呼ばれた。おいらんは、振り袖心臓と呼ばれる、若いおいらん候補やハゲと呼ばれる子供を従えており、気に入らない男性は、相手にしてもらえなかった。そのような中で、一気に振る舞うことが、男性のステータスと考えられていた。そしてまた、 客から金品を貢がせるのが、遊女のテクニックではあったが、その理由として、遊女の生活用品や高熱にかかる費用、また妹分のハゲや心臓への養育費、また自身の送信具、化粧品などはすべて遊女の自己負担であり、高級遊女になるほど、負担額が増えるという店のシステムにも起因すると考えられる。しかし、現代でいう、ぼったくりお店が行うことは、 よしとはされず、ぼったくり行為を行った店の主人が処刑された例も、ある。江戸時代の多くの時代を通じて、ランクの高い店の遊女と遊ぶためには、待合茶屋に入り、そこに遊女を呼んでもらい宴席を設け、その後、茶屋男の案内で店へ登録する必要があった。茶屋には、席料、料理屋には料理代、店には揚げ代が入る仕組みであった。吉原遊郭では、 一人の遊女と馴染みとなると、他の遊女へは灯籠してはならないという起きてがあった。他の遊女と灯籠すると、その遊女の周辺から馴染みの遊女のもとに、知らせが行き、裏切った客は、馴染みの遊女の振り袖心臓たちに、次の朝に出てくるところを捕まえられて、曲げを切り落とされるなど、ひどい目に遭う男もいたとされるが、法歴以降は、このような起きても捨てれた。 多くの下級遊女たちの悲惨な境遇にもかかわらず、吉原遊郭は新しい文化の発信地でもあった。様々な女性の曲げや衣装などが吉原遊郭から新しいファッションとして始まったことからもわかる。そして、それらは芝居と呼ばれた歌舞伎と相互に作用して、音楽や舞踊、その他の雑多な芸能と共に、江戸市中で評判となった。これは、 男性と女性の間に起こる引きこもごもが、人々の樹目を引いたためであろう。それは面白おかしい事柄として、あるいは悲しいお話として、芝居となり、浄瑠璃として語られ、歌に歌われた。ありがとうございます。